今日は椎の木迎賓館近くに来ています。ご紹介するのはこちら、オレンジ色の車体が目を引く2階建ての観光バスです。ただ普通の観光バスとは一味違うんです。どんなところが違うのか中に入っていきましょう。邪魔します。席は2階になります。おー、入るとこの開放感。実はですね、天井が晴れの日はこうやってなくなりまして、オープンエアになるんです。わー、もうすごい開放感ですね。眺めはどうですか。さあ、そして座席なんですが、従来の観光バスは進行方向に向かって座席並んでいますが、このように向かい合った座席、さらにはテーブルがついているんです。そしてこちらではですね、移動しながらこんな風にお料理をいただけるということで、その名もこちらのバス、金沢レストランバスというものなんです。今月21日からのサービス開始なんですが、一足早く特別に今日はバスを走らせて、その魅力をたっぷりお伝えします。では早速参りましょうか。シートベルトを締めて、はい、では運転手さんお願いします。出発進行。さあ、今はですね、椎の木迎賓館にいるんですけれども、この後金沢をゆっくりゆっくりと周遊していきます。車窓から見えるのが金沢城公園の石垣になりますね。ライトアップしているのがしっかり見えます。わあ、素敵ですね。さあ、このバスを運行します中日本ツアーバスの今日は塚本社長に来ていただいています。隣の席からよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この企画というのはなぜ始めようと思ったんですか。はい、当社では金沢にお越しになられる観光客の皆様に気軽に楽しんでいただける着地型のツアーを企画しております。今回はウィラーさんのレストランバスを誘致しまして、金沢に新しいワクワクをコンセプトに、すいません、大丈夫です。ワクワクしますよね。金沢の車窓を楽しみながら、お食事を楽しんでいただける新しい観光体験を、提案させていただきました。いや、車窓から見る金沢、そして夜の金沢というのもまたいいですよね。はい、ありがとうございます。少しずつ進んでいて、今はどうですかね、兼六園の方に向かっていますね、私たち。いや、そして上もオープンエアなのでとっても気持ちがいいですね、社長。はい、今日はちょっと寒いですけどね。今日少し寒いですが、この後また桜の季節になりますから、はい、またこの上にも見えますかね、どうですかね。いや、むちゃむちゃ見えますよ。むちゃむちゃ見えるということで、はい、社長も一押しの、はいはい、オープンエアとなっております。ではですね、このお料理もそう移動しながらいただけるということで、食と移動の新しい観光体験となりますが、このお料理はどちらのものになるんでしょうか。はい、今回はぶどうの森さんにご協力いただきまして、金沢の地の食材を使用した、創作フレンチのフルコースでお楽しみいただけます。ちなみにこの今ありますこちらは、はい、こちらは本日の前菜になりまして、金沢港の、鮮魚を使用した、マリネになります。わー、美味しそうですね。そしてフルコースということで、今回はメインもご用意していただきました。わー、美味しそう。社長、こちらも教えていただけますか。はい、こちらは本日のメインになりまして、国産牛フィレ肉の、グリエになります。赤ワインと一緒にどうぞ。赤ワインまで用意していただいてありがとうございます。そしてですね、ちょっとまた移動してきまして、ここはもうすぐ石川門が、はい、そして石川橋が見えてきましたね。そしてここ桜の木ですよね、ちょうど。そうですね。わあ、じゃあまたこの後の季節には桜もこうやって本当にもう真上ですね、社長が言ってた通り。そうです。こんな風に見上げながら観光できるということで、はい、わあ、贅沢だなと思います。じゃあそんな桜が見えるであろう場所からちょっとお肉いただきたいと思います。わあ、美味しそう。わあ、贅沢だな本当に。すいません、ではいただきます。あ、柔らかい。ではいただきます。うん、柔らかい。
肉の干しの旨味もたっぷりで、うん、ソースとも合いますね、うん、美味しい、ね、赤ワインいただきたいところなんですが、もう少したっぷり社長に魅力を伺いたいので、はい、この後のコースなんですけど、どんな風に巡るのか教えていただけますか。はい、1日に2便運行しておりまして、ランチとディナーと運行しております。金沢駅発着で、大見町市場であったりとか、こう兼六園、金沢城といった金沢の主要観光地を巡ります。そして、東茶屋街であったりとか21世紀美術館では、降りて散策をいただくようにもなっております。なるほど、周遊するだけではなくてスポットごとに降りても楽しむことができるんですね。はい、予約ですけれども、今月21日から5月28日までのツアーが行われている期間、ホームページで受け付けています。中日本ツアーバス、そして12時間前まで、当日の12時間前までを、はい、ホームページで受け付けていますので、ぜひ予約してみてください。では今月21日からのツアーご紹介いたしました。中継でした。